2023年12月2日、私日曜演舞は S4U フィルムギャラクシーの会場へ向かうため羽田空港を訪れて流れてくる荷物を見ながら感じるドキドキとした心臓の鼓動は、荷物が無事に帰ってくるかどうかの不安か、それとも本番の前の緊張から来るのだろうか。ちょっと可愛い自販機を見つけて癒されています。ホテルに到着すると、まず私は荷物を下ろした。ドキドキがまだ収まらない。どうやら荷物の不安ではなかったようだ。よっと。少し休んでいる時間はない。早速会場のあるお台場へと向かう。人生でお台場に来るのは今日が初だった。会場入りする前にどうしても見ておきたかった実物大のユニコーンガンダムを見ておこう。自分のもう映画祭で可能性を示せるのだろう。ちょっと紫芋のシェイクやボリュームのあるサラダで腹ごしらえ。しかしのんびり動画を撮ってる時間はなかった。会場入りした自分はスタッフのご好意により本日の裏側を撮るための映像を回していた。このスクリーンに自分が撮った映像が映されるのか。会場は誰もいない映画館のである。しかしここは後に人で埋め尽くされる。誰もいない無人の映画館でありながら、自分はかつてない緊張感を感じていた。映画館に来ること自体、何年ぶりのことだろう。誰もいない。客席には相変わらず誰もいないが、それが逆に緊張を高まらせる。スクリーン。上映前のスクリーンを見るのも久しぶりだ。席に座り、この場所、角度から、見ている。何とも言えない気持ちだ。しかも、監督は一番前の席に座る。緊張感は半端ではないだろう。そして、本番は大盛況だった。自分の作品も受け入れられて本当に良かった。映画館を出た私は、目の前にレインボーブリッジが輝いているのを見た。七色の輝き、名前の通りだ。まるで映画祭を終えた自分を祝福してくれるようにも思えた。遠くから見ても綺麗だが、実際に乗って中に入るではない。上を渡るとき、その気持ちは終わったというのに高まり続けた。そして、通った後に見るレインボーブリッジは、心なしかもっと綺麗に見えた。今日という日は、私は一生忘れることはないだろう。翌日、ホテルの出入り口に止まっているバスに乗り込み、私は、品川駅へ向かい、品川駅に着いた私は、そのまま帰りの電車に乗った。その途中、以前ファミマに出張していて気になっていた東京バナナを購入。我慢できずに、早速その場で食べてみることにした。相変わらず食欲だけは強いものだと、つくづく自分でも思う。しかし、
どんな形なんだろう。名前は聞いたことあるが、今回こうして食べていると本当に見つけられてよかったなと思う。見た目は私の大好きなバナナの実をそのままケーキにしたような印象だ。さて、どんな味なのかな。早速食べてみることにします。わわ、結構甘い香りが、あ、クリームがふわっと広がってくる。ふんわりとした外側のケーキ生地も本当に美味しい。買ってよかった。あとクッキーサンドやその味をイメージしたというキットカットも買っているので、合わせて食べていきますね。あ、パク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 と進めていくよって感じかな。クッキーサンドも、クリームがケーキ生地ではなく、サクサクというクッキー生地になること、挟まることで、また違った味わいがあっていい。キットカットはどうなのかな？ちょっとチョコレートが溶けかかってるか。あら、クッキーサンド、クリームだったの？だけど違ったな、チョコレートだ。だからこそコリッといく感覚がさらに美味しい。もっといろんな味で食べてみたいな。まあいろいろ出てるみたいです。もし次来る機会があったらまた買ってみようと思う。文句なし大満足。帰りの飛行機乗りながら、またこうしたイベントに参加したい、そう思っていた。いや、自分で企画した方がいいのか。夜になり、すっかり暗くなってしまった夜道を歩きながら、自分は自宅へと戻ってきた。ガチャリと響く無機質な鍵の音だ。どこか嬉しさもある。中に入って馴染みの風景を見続ける。机に座ろうとして、一つの仕事は終わったけど、自分の動画投稿はまだまだこれからも続いていくんだ。だから私はもっと先へと進んでいく。そのためにもよろしく頼むよ、これからもね。そして S4U フィルムギャラクシーに登壇したことを自分は一生忘れることはない。はい、以上が S4U フィルムギャラクシーに出席した当日、そしてその翌日における私日常演舞の視点でした。そしてつまりは映画のその後でもあるわけです。本当にこの度はこうした一生に一度あるかないかの機会に出演させていただいて本当にありがとうございます。運営の皆さん、 S4U の方々、他の監督さんも本にも一人一人に本当に感謝しています。こちらの S4U フィルムギャラクシー、興味はあったけど行けなかった、あるいは今からでも映画を見たいというあなた、大丈夫ですよ。各私日常演舞を含めた各監督さんの映画が現在ダウンロード販売されています。まあ、期限は決まっていて、来年2024年の1月9日まで購入可能となっています。概要欄にリンクを記載しておきますので、そちらからご購入くださいね。それではこれにて S4U フィルムギャラクシーにおける日常演舞の演目は本当の意味を持って
終演とさせていただきます。では演舞終演。